はい、トレジャーケーブ、はい、宝石の洞窟。トレジャーは宝石じゃなくて宝物、宝物とかじゃない。ケーブって囲えてて、キャワ洞窟か。ああ、それそれケーブ、うんうん、というわけで早速やろうか説明っていうのはね、これ、まあ、いわゆるね、あのサイコさんのファンが作ってくださりましてね、はあ、まあなかなかこのね手作りのゲームということで、なるほど、非常に楽しみにしてるんですけど、ね、なんかファミコン時代っていうか、ファミコン筐体ぐらいの時代のドット感がある。そうやね、なんかちょっと既視感がある。なんだけどキャラクターがちょっとね、まあね、表示されてないんかな、これ。そうやな、あのチェックマークと虫眼鏡やねんけど、プレイの操作方法は下にも書いてて、こうね、ちゃんとこう追従してくれるんやけど、そうそう、早速死んだな。まあまあ、まあ、今のは滑り、うん、滑りを確かめた感じ、まあ、いわゆる右左にね、あの移動してスペースキーでもジャンプという、本当にね、やり分かりやすいシステムやねんけど、まあ、これがなかなかちょっとこう、まあ、難しいというかね、操作性がね、慣れるまでは難しいやけど、感性が全くないね。うん、そうやな。だから普段のゲームと一緒の感じにやるとちょっと雑すぎない。まあちょっと一昔前のな、あのマリオ思い出すようなあれやけど、なんかジャンプのタイミングが難しい。うん、まあ、うまいタイミングでな、ジャンプしないと。あ、でもいいやん、いいやん。思ってるより早めに落ちた方がいいかもしれない。うん、変われOK。 ちゃんとゲームオーバーの画面も作ってくれてる。あ、つかそうか、死んだら最初からか。なるほどな。まあまあ見ときなさいよ。ふいっと。まあこういうゲーム得意やもんな。さやで、俺はアイワナで鍛えてるからな。なんで？アイワナで鍛えてるからな。そやな。このな、どうせ理不尽な、なこ孔明の罠みたいな用意してんねやろ。それは疑いすぎちゃう。やるで。自爆やんて。まあまああそこまで行けたらもうあとはもうな。もう流れに任せて。なんか出口みたいな見えてたな。そうそうそう。いや多分な、あれあれちゃうか、地面やと思ったらこう急にあれがな、動くとかなくなるとか。お前相場のやりすぎやで。お、いいね、クリア。クリア、あ、クリアという名の宝。ランキング機能あんの。14秒03。おお、なんかめっちゃ速い人おらんかった今。なるほどな。イージーモード、ノーマルモード、ハードモードで。なるほどな、あれってことだな。じゃあまず一回ちょっとイージー最速目指すわ。おお、分かった。一回だけ、もうチャンスは一回。一回死んだら戻ってな。もオッケー。どうやって戻る？ほんまやな。あ、これあれよな、飛ぶとき壁に引っかかると飛ばれへんわ。そうやな、案外それが。だからそう、前の方でな、こうやって。これ割とむずいな。でもさっきので14秒やって考えたら多分8秒ぐらいでいけるな。8秒無理やな、このペースやったら無理やな。これ感性強ない？感性じゃないけど、感性っていうか、なんかその、いやでも、うん、ジャンプがちょっと遅い。せやな、ちょっとラグ置いていったんちゃう。 OK、 このゲームはあかん。このゲームはあかん。一旦の全部見よう。ノーマル行こうか。ノーマル。どんぐらい難易度が上がるかやな。お？お？お？雰囲気変わったぞ。雰囲気変わったな。あ、なるほどな。あ、もう。なるほどなるほど。あ、多分落ちたら戻れっていう、そういうあれだろうな。なるほど、ちゃんと考えられてるゲーム。うん、なんか上のあれ出っ張り気になる。そう、気になるよな。でも絶対行かれへんよ。なんかここら辺で隠しブロックとかね。斬新。ないか。何もなさそうか。うん、もしくは後ろ行ってなんかないな。まあ、とりあえず普通に進もう。せやな。システムもよう分かってないしな。うん、孔明の罠なさそうや。多分ないでよ。ハードぐらいで出てくるんじゃん。あ、出てきたとしても？なんか意味深な場所やな、今。なあ、ちょっと気になるな。出た。オッケーオッケーオッケー。めっちゃ飛んだ。うん、よう行けたな、今のと思ってる。ちょ、この飛んでる途中に引っかかるのはほんまむずい。あ、これ上もマグマか。ああ、だから油断して飛んだら危ないっちゅう。こっちカービィシステムやね。これなかなかちょっときついな。オッケー、ウィー、オッケー。
早すぎるやろ。13秒、絶対嘘やん。おったんか13秒できたやつすげえな。じゃあ最後ハードモードか。これ前のやった人のデータ残ってんのねってことやね。多分テストプレイ時のあれやろ。うん、まあ、作者はこのゲームうまいということやな。さすがやっぱな、制作者なだけなって最速のルートも分かってんねやろ。ああね、隠しコマンドあるかもしれん。あ、なるほどな。そういうちょっと遊び心あんのいいなむずない、まあ、ハードやからな。まあそれハードモードやからな。ここは多分こう登っていいとして、やっぱ引っかかるよな。もう引っかかるの分かっててあれやってるよな。多分狙ってやってるな。多分今頃北斎んでるで。やろうな。頭間違った。おっと。いやいけるいける。ラスト一気になってから俺強いから。せやな。うん。夏休みの宿題もラスト一気にして。そうそうそう。大体な。でいつもな忘れましたって言って本当はやってないっていうの。まあその結果がこれよな。一回やってみや。ハードモード。オッケー。俺はちゃんと宿題をやる方やったから。絶対ですよ。そんなやる顔じゃなかった。しょっぱなしんだな。いや、やっぱ感触確かめないと。ああ、なるほどな。それ大事。ちょっと待って。あれやで、あの、学ばんやつはよくない。エンター押してた。エンターじゃないよ。スペースやで。オッケー、いいね。やっぱ何事も身長が。全然身長ちゃうよ。もうなんかグダグダやんけ。まあ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 、まあ。先にスペースを押した方がええかもな。スペースを押してジャンプして、スペースを押してちょっと横行くぐらいの方が移動的にはいいかもしれない。お、これスピードはないけどクリアできなんで今あがけへんかったの。違う、あの頭が追いつかんかった今。なるほどな。なんであんな飛んだやろ、うん、多分な、あのなんてやろ、足場判定でもう一回ジャンプできたやろな。いや、スペース長こぼあるやんあるわあるやんあるわ。普通にないと思ってた。うん、ちょっと俺も正直油断してた。言っちゃ失礼やけど、そこまで作り込んでないやろうと思ってた。だいぶ失礼やなっちゃな。でも考えたらな、あそこの謎のマグマ空間は謎やもんな。あー、まあ確かにな。あ、推理する要素はあったわけやな。そうそう。じゃあこれも床が抜けるとかあるんちゃう。いや、でもこれは惜しい、今の惜しい。まあ、この辺は余裕になってきた。そらな。ゆうたそばから2マス動いたぞ。ここまではいける。うん、あの上マグマめっちゃ気になる。飛びすぎて当たんのか。で、この距離渡る。あ、行けた。いや、俺ここまで来て落ちられた。嫌やで。お、ゴール見えたよ。見えたよな。いけんじゃん、この。あ、でも最後の。くっそ。最後の1マス連続はなかなかにやらしいな。あー、あー、もうお前ケーキ入れたわ。いや、切れてない切れてない。今、つなぎ直した。ラスト1やで。うん、危な。これ、あれ、本番やったら死んでた。何本番ってあんの、こんなこと。あるよ人生で。あるよあるよ。あー、でも分かった分かった。掴んだ。まあお前が掴んだものを俺が生かすよ。今もう攻略の右足ぐらい掴んだ。もうちょい手前の方やね。行くぞ行くぞ行くぞ。ここまではいい、ここまではいい、ここまではいい。ほい、オッケーオッケーオッケー。ほい、オッケーオッケー。いいっすね。いいっすよ。今のちょっと早いな。なんつう声出してんねん。びっくりした。いや、だってさ、想定外やん。こんなプロやねん。プロに任せたらいいねん。じゃあな。そうやろ、お前。あ、言わなれきなんねやと思ってん。クリアしてないやろ、お前。マリオとかにしとけ。けー、だいぶ掴んできた。そうやな、もう、ここにトントンできてる。出た。ああ決まった、決まったな、今。今ちょっと決まった。今ちょっと来ちゃった。ていうかな、流れをつかまな。忘れてた。
だから、まあ、今多分あれやな、俺が死んだのはあの二段ジャンプのあれを、二段ジャンプ、そうそうそう、あれやん、あの着地判定になって、あ、二段目のジャンプができるやつがあるやろ、怖、うん、多分それで死んだよ。リアルでやったらバリかっこいいんだよ。おー、来た。あー。